はい、今村慎也です。よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとこうワンちゃんの褒め方についてお話をしたいと思います。ワンちゃんを褒めてくださいって、あのよくしつけ教室とかで、お伝えしているんですけれども、褒めてくださいって飼い主さんにお伝えするとですね、8割9割ぐらいの方が、やる褒め方っていうのがあってですね、それ何かというとですね、褒めてくださいって言ったら、いい子ですね、大好きですね、ってやるやり方があるんですけれども、これはですね、このワンちゃんのこう体をバシャシャシャってやったりとか、ってやるか、あとはその飼い主さんももうテンション上がって、っていうやり方があるんですけれども、これはですね、どっちかっていうとこうワンちゃんのこうテンションを上げる褒め方になるんですね。ワンちゃんが、例えばこのワンちゃんのテンションを上げる時っていうのは、どういう時かというと、例えばワンちゃんと一緒に遊ぶ時とかですね、もう一緒に遊ぼうよと、よし楽しいぞとかっていう時の、褒め方、よし一緒に頑張ろうねっていう時だったりとか、あとは、スポーツをするワンちゃん、結構こうよしこれからね走るぞいいってちょっとこう気合を入れたりとか、あとはこうお仕事をするワンちゃん、例えば、警察犬だったりとか、あとはこう麻薬探知犬とかですね、そういったお仕事するワンちゃんたちがこう集中するとき、よしって集中して匂い嗅ぐぞとかね、よしちょっとこう追い詰めるぞとかね、そういう集中するときはよし今からお仕事だよっていうふうに褒めるんですね。で、一方ワンちゃんに興奮はしてほしくはないな、ちょっと今は落ち着いてほしいなっていう時もあると思います。で、そういう時に、やる褒め方っていうのは実はあってですね、ワンちゃんのテンションを逆に抑える、落ち着かせる褒め方っていうのがあります。それはどういうやり方かというと、さっきのよし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 っていうこの褒め方とはまた逆で、今度は一転してゆっくりなでてあげる、ゆっくり優しくなで下ろしてあげる、毛並みに沿ってゆっくりなで下ろしてあげる、柔らかで、この時は飼い主さんこっちのテンションも落ち着かせる。あのワンちゃんというのは飼い主さんのテンションに合わせるので、飼い主さんが興奮してるとワンちゃんも興奮する、飼い主さんが落ち着いてるとワンちゃんも落ち着いてきます。で、今私レイのここの胸のあたりを今こう撫でてるんですけども、ここの撫でる場所っていうのはそれぞれワンちゃんによって気持ちいい場所っていうのが違います。ここを撫でられる、お腹が撫でられるのが好きな子もいれば、この顔の横あたりをそっと撫でてあげるのが好きな子もいれば、頭を撫でてあげるのが好きな子もいれば、ちょっと足先だったりとか背中だったりとかで、逆にこの撫で方もですね、別にこの手のひら使う必要もないです。指だけでいい子もいます。指一本でちょっとゆっくり撫でてあげるのが好きな子もいれば、あとは結構小型犬なんかはこの手のひらで撫でると、まあ、お父さんの手とかが大きい場合ね、あの小型犬の頭が小さい場合、これだけでもちょっとこうテンションがかかって力が強くなっちゃうケースもあるんですね。そういう場合はこの指紋がついてない逆側、手の甲でゆっくり撫でてあげるやり方が好きな子もいます。これはもう100頭ワンちゃんがいたら100通り撫でられて嬉しい場所、撫でられ方が違いますので、ぜひですね、この自分のワンちゃんはどこを撫でられるのが一番好きなのかなとかいうのを考えながらですね、ちょっとワンちゃんの表情を見ながらとかね、ゆっくりゆっくり撫でてあげる、どこかな、うちの子の好みどこかなっていうのを探りながら、ワンちゃんの褒められて嬉しい場所っていうのを探していく。これもですね、多分この前の動画でちょっと上げると思うんですけど、せっかくこの、ね、外出自粛要請が出てて、
ワンちゃんと外に行けない、でもだからこそできることっていうのはたくさんあると思いますので、ぜひですねこういうちょっとお家にいる時間が長い時に、まあ、普段できないようなもうワンちゃんととにかくこう向き合う時間っていうのをぜひですね増やしていただければと思います。あのワンちゃんですねこうやって自分の褒められて嬉しい場所を分かってる飼い主さんはものすごく好きになってくれます。これは、まあ近所の方とかお友達には分からない、もう飼い主さんしか知らないね愛犬のツボなので、もうこれ知ってる父さん母さんさすがだなと、ね、思ってくれますのでね、ぜひですねこの愛犬の褒められて嬉しい場所も家族しかもう分からないようなねちょっとしたこのツボっていうのをこの機会にぜひちょっと探してみてもらえればと思いますね。どうでしたか、気持ちよかった、大丈夫で、レイは基本的にですねゆっくりここら辺を慣れてあげると、そうそうそう、だん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 うとうとっていうのをしてくるんですけどね、でちょっとこう見極め方としてはですね、例えばちょっとこう撫でててちょっと手をこう離してあげる、でまたちょっと離して、そうそうそう、でちょっと離して、そうすると嫌な子はこれでもうふんってどっか行っちゃったりします。もう撫でられてもうそこじゃないよ、でも撫でられて気持ちよかった子は今みたいにじーっと見て、もうやめちゃうのっていう合図を送ってくれるので、そしたらまたそう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 、ここ気持ちよかったってこうワンちゃんとこう会話しながらね、そうそう、ここ気持ちいいとか、そうそうそう、撫でるのやめた時にまたちょっと、もうやめちゃうのっていう顔をしたら、ああもうちょっとだけ、そう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 、あの撫でるスピードっていうのは本当これぐらいで大丈夫ですよ。ゆっくり優しく、飼い主さんも落ち着く、そう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 、でもういいかな、よしもう今日はねこの褒める撫でる練習もうそろそろ終わりにしようかなっていう時はちょっとこう一回ねちょっとこうスイッチを切り替えるというか一旦区切りをつけた方がいいですね。その時はよし終わりとかってよし終わり、そうそう、で今度テンション上げる時はよし頑張った頑張った、よし、オッケー、よし、頑張ったってやると、だんだんこうテンションが、ね、上がって、こうやって尻尾バババと振ってきますんでね、よしよしよし、楽しかった、よし、そう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 、よしよしよし、よし、そう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 っていう感じ、オッケー。で、またちょっと、あ、テンション上がりすぎたなって思ったら、今度はまたゆっくり、そう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 、よし、今度落ち着いてね、そう。でもう落ち着いたなと思ったらよしオッケーっていう感じ、こうやって実はワンちゃんのこういったコンテンションっていうのは実はこの飼い主さんの褒め方一つ、飼い主さんのテンション一つでね、このワンちゃんのテンションっていうのはねある程度こうコントロールできますので、ぜひですね例えばワンちゃんがあちょっともう興奮しちゃったなっていう時にあら静かにとかって飼い主さんがテンション上げるとワンちゃんのテンションも上がっちゃうんでね、なのでワンちゃんを落ち着かせたいときはまずは自分が一番落ち着く、それをちょっとね、気をつけていただいて、あ、私が一番落ち着かなきゃなと、ね、私が落ち着いてその後で私と同じように落ち着いてね、分かった父さん母さんとこのテンションに合わせるんだよっていう気持ちでワンちゃんと接してみてください、ね、ちょっとこれねぜひこの自宅にいるとき、お家にいるときに練習してみてください。では。